どうもこんにちは、黒ネタです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム続きからやっていきましょう。はい、というわけで前回はこちらのゲルド族の地下街にやってきましたよと。で、ルージュが俺に見せたいものがあると、壁画かがあるということなんで、まずは話しかけてみましょうか。これは一体何の壁画なんだろうね。ルージュ、説明をお願いします。さあ、うん、来ましたよ。この壁の絵を見てくれ。はい、何これ。あー、祖先が残したと思われる壁画。ふん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 。あ、じゃあ前々からあったのか、地下の街って。あれ、ブレワイの時あったか。俺知らない気がするな。避難場所として使われていたらしい。玉座が背西広き海、赤き柱、赤き柱か、これあり。光が三隅回りし時、イカズチの石現れ道開かれん。え？声聞けし者よ我が元へ。あ、これが謎解きの要素なのかね。これやると神殿への道が開かれますよ的な。ちょっと覚えてないけど。もう覚えてませんけど。うん。ほう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 。そこへ至るための謎かけ。わらわはそう思うのだ。ほう。え？これをヒントに何かやれと？ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。ああ、書いてある、ありがてえ。玉座が背西広き海ってことは、まあ、ゲルドの町の、まあ、ルージが座ってた玉座の向こう側だよね。に何かあるってことか。赤き柱？ちょっと待って。全然わからないのだが。そうだな。あ、でもまあ、せっかく地下街にやってきたし、少し探索をしてみようかね。何か発見はあるかもしれないしな。あと4機。チャレンジだな。見とく？ボタ。うん。噂のボーイね。そうです。考古学。学者さんか。まあ、聞くぐらいなら。うん。左側の石碑には、ゲルドを守りし七英雄。その秘め事を6つの石碑にたくさん。あー、これ、石碑を探せってやつか。ちょっと待て、そうなると時間かかるなぁ。まあ、やってもいいけどさぁ。7つの力を結びしは真の英雄。これ探すだけで動画終わっちゃう可能性あるよな。はいはいはい。英雄様ね。文献はあまり見つかっていない。ほう。実は8人いたのでは？ 8 英雄？真の英雄様の存在が記されている。うん。6機すべて、で、残り4機足らないと。どこにあんのよ？ん？弾？あ、これか！あれ、これってさ、前々回か、カラカラバザールにいたおっさんが持ってなかったっけ？ちょ待って、街の外から探してくる的な？それはまずいな。てか、異変調査が終わってからの方がいいな。砂塵がさ、めんどくさいんだよね。あ、地下にあるのか。あ、でも、まあ。英雄たちの隠し事。まあ、これは、収録外でまったりやってもいいかな。あ、お宝あるじゃない。
ほら、失礼。オープン。おー、紫ルピー、ありがたい。で、こっちは？あ？これ、そうじゃね？あ、でも、欠けてるのか。あった。これ！これ、そうじゃねえか！ほら！来たー！あ、で、これをはめればいいって感じか。これはこうか？違う？あ、来た！あ、てててん？あー、で、写真を撮ればいい感じか？あ、あるじゃん！普通にあんじゃん！撮っとこう。あ、まあ、こんな感じで地下街に隠されてるってことか。へぇー。あ、まあ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 。さらに下がんの？え、これどこに行こうとしてる？え、発見？沈黙した象の谷。ちょっと待って、洞窟あんの？それは聞いてないな。あー、でもゲルド族がいるってことは、敵はいないのかね？あ、まっ、そう、危ねえ。危ないって。え、これは今来るところなのかな？まだ先なんかな？ちょっと待って。さすがにこれ見てると時間が解けるので、一旦戻ろう。一旦見なかったことにして。まあまあまあ、街の探索でいいや。まずはね。あ！また出てるなぁ。どこに行ったんだろう。オーナー？え？うん。これがボーイカじゃねえよ。測るな、測るな。あ、初めてなんだ。へぇ。アクセサリー職人のマッカラ。それがなくなったってこと？あ、装飾に使えそうなものを探しに行くって出て行ったっきり帰ってこない。ルマリン砂丘のあたり、どこだそれ。出た、モルドラジーク。まあ、今の装備があれば簡単だろうな。爆弾？いや、リモコン爆弾ないからどうすんだ？まあ、物音立てれば出てくるか。おそらく。行方不明のオーナー。ルマリン砂丘？ああ、買い物できんのか。あ、これか。あー、寒さガード、暑さガード、な、微妙だね。え、ちょっと待って、な、あ、こっちか。でもこの辺ってさ、やっぱ砂塵が邪魔なんじゃないのかな。やっぱ異変クリア後なのかね。まあ覚えておこう。ここは何？入れそうではあるが。お前。先ほどは見事な戦いぶりだったな。ついざ、いたっけ？こいついたっけ？あれ、あ、開いた！え？どういうギミック？どういうギミックで開いたんだ、これ。あ、お前もいたのか、シェバ。へぇー、ありがとう。これで？あー、地上というか、まあ、街に出られる感じか。あ、ここが繋がってんのか。なるほどね。あ、閉めないで。閉めないで。なんで開いたかよく分かってないので閉めないで。おい。あれ？あの、開けてもらっていいかな？開けて。開いたわ。しばらくいればいいのかな。よく分からんが。あ、なんだ？へい！男の人？あ、君はゲルド族じゃないね。許可されましたよ。変なこと、俺はする気ないよ。ただ、ここにいる女性が何をするかは俺の責任じゃないよ。ほんと。牢屋に入れられる？
あ捕まってる何したんだあいつは、ま、俺からするつもりはないよ。エステ、オルイルちゃんのエステ、あーなるほど。でペディと言ってるけど何があった何があったんだ。カンボか。あ、俺でもダメか。中にいるやつのように掟破りにでもなるんだな。掟破り、おほん、え、なんだっけ、掟破り、裸になるとかだっけ。ちょっと覚えてないな。試しに、ちょっと上半身を脱ぐね。あ、よしいけんのか。ブレワイもこんな仕様だったっけかな。なんだその格好は。まあまあまあ、わかるけど。まあ、着るよ、着るよ。よいしょ。で、入れはしましたが、あ、これじゃない、出た官房にあんの、なんであんだよ、官房によ。で、君はいつの間に、え、いつの間に、うん。え、入ってくるところ見てなかったんか、わびすけ、うん。まあ、特別なボーイだからね。あー、妻のペディ、娘のアクレットの顔が見たかった。あ、じゃあまあハイリア人とゲルト族の子供がいるってことか。そう、ん、娘の姿は見えている。あ、じゃあこっから見えるやつがそうなんかな。妻の姿は一度も見ていない。服屋だと。あ、てかそうだ、なんだっけ、秘密の店があるんじゃなかったっけ、なんとかなんとかの近く覚えてねえな。なんかそういうのなかったっけ。てかあるって言ってたよね。あ、とりあえず出してもらっていいかい。ああ、うん、ありがとうありがとう。でもここに入らねえと写真が撮れねえってなかなかだな。あ、あー、子供たちがいるだけか。あ、ちょっと待て、ちょっと待て、ここなんか入れそうじゃない。おい、こっから通れるーふでもよかったんか。あ、多分そういうことだ。なるほど。って、脱いだ意味。捕まる必要性なかったか？で、ここは？あ、ここがそのエステを受けられる場所っていう感じなのかね。まあまあまあ、そんなもんかな。あ、もらっときますね。よいしょ、再び地上へ。ここも見ておきたいよね。と言ってもな、前回のさ、防衛戦の時に軽く見たけど、誰もいないんだよね。看板は読めるか。レンタザラシ。はい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 。あ、ここ入れんの。あ、でも地下街に繋がってるだけかな。なんだっけ、なんかの店の裏手とか言ってなかったっけ。これは、あ、うん、あ、でも違うか、ジュエリースターメモリーズじゃないよね。なんだっけな、マジで覚えてねえんだけど。あ、これじゃない？ファッションパッション。
カラカラバザールにて営業中。これの裏？あ、ここか？あ、これじゃない？あ、ペディ。入れないだと。また通れルーフか。あ、で、さっきの穴か。また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 、繋がったんじゃない？こっから、はい！あ？あれ、ただの井戸？あ、なんか繋がってるな。あー、で、壊せますよ、的な？いいんかな？こんなとこ破壊しちゃっていいんかな？爆弾バナー！あ、痛い！さすがに近すぎたか？あ、まだあんのかよ。ちょっと待って。ここ、俺が死ぬな。俺が死んじゃうんだよな。まあ、このあたりなら。いって！狭いよ。死んじまうよ、これ。あー、でも広がったな。さすがにここは大丈夫か。そい！よし。え、まだあんの？あれ違うんか？え、行き止まり？あ、また、あそこにあるな。気をつけて、気をつけて。よし。どうだ？ギャー、またんのかい。ちょっと、ここ何なんだよ。こう。行ったか？ここか。そっ。あれ？あれ、戻ってない？え、なんだよこれ。関係ねえのか？コルグがいるとか、あ、でもないよね。え？あれ、普通にこっちかな？いや、なんかまた違うところ繋がってません？これ。なんだこれ。どうなっとる？よいしょ。あ、でもそっか、通れルーフを使わなきゃっていう感じか。下から入っちまえばいいよね。あー、なら、待って、ね。怪しいのはこのあたりか。ここかな？試しに通れルーフ。ちょっとずれたな。でも、惜しいな。ここの真下。この柱のところ。どうだ？来たー！来ました！売ってるね、装備。どうも！イグレッタ。あれ？この人が、妻？え、違ったかな？扉使えないはず、どうや。お客さんの詮索はしないのがうちのルール。した方がいいぞ。出た、シークレットクラブ。ボーイ用の服が買えるのはここだけ。なるほどね。うん。あー、厚さガードかー。あ、まあまあまあ、買っといてもいいか。サーバーサーバー。うん。いただきます。よし。で、こいつも、まあ、せっかくだね、買っときましょうよ。よし。ブツって言うな。あー、で、これが邪魔してた感じかね。なら、これをどかしちまえば、あ、これでも開けられんのかな？あ？か、ないと。いいか、これで。耐久値減っちゃうけど。他何か売ってんのか？お？スノーブーツ！わー、移動下がんないの？あー、最高！サンダブ、これ買うわ。
いや、こういうの欲しかったんだよ、お金が。まだ貯めりゃいいか。いや、砂の上とかさ、雪の上って、歩くスピード下がっちゃうからさ、探索面倒だったんだよね。あ、これでけえ。これマジででけえな。ありがとう。いや、いい買い物したわ。多分これ流れてったらさっきのところに繋がるんじゃねえか？ってことは、それだけかね。よいしょ。まあ、ワンチャンどっか通れルーフしたらまた、別の場所に繋がるとかありそうだけどね。あ、これ他の入り口なんかね。これなんだ？ちょっと待って、ちょっと待って、なんかあるぞ、なんかあるぞ。よいしょ。こっち来い。来た。見つけた。この手紙を読んでいるあなたこそ、運命のボーイ。私はあなたの運命のバイ。いや、違います。違いますよ。うん。思いを届け続けるわ。私たちはきっと出会えるわ。だって運命なんだもん。キャリバン。え？キャリバン？街にそんな奴はいなかったと思うけどな。あ！コログじゃねえか。これは通れルーフかな？よいしょ！どうだ？あ、来た！やはー！コログのミト。はい、15個目。はい、またねー。なんか繋がったけど、まあ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 。オッケー。ある程度見て回ったかねー。そうなると、ルージュが見せてくれた、壁画か。壁画の謎がよくわかんねえんだよな。まあ、とりあえず、玉座の裏だからこっちだよね。多分こっちだ。よいしょ。あ、ここだ。また塞がってる。で？あ、これか？ちょっと待って。オーナーじゃなくて、これか。うん、広き海、赤き柱。あれが赤いかどうかよくわかんないけど、あれかね。だったらそこまで飛んじゃえばいいか。あ、なら、ちょっと待って。一旦、ここの祠にワープして上から飛ぼう。よいしょー。でだ。後ろだから。あ、これだね。いや、ぽい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 。で、まあ、モルドラジークがいる。あ、それは違うか。ここは大丈夫なんかな？なら、よいしょ。あ、呼び出せ。あ、いけた。あ、あれ、クジラの骨かな。まあ、また時間があるときに見るとして。あー、赤いと言われたら赤いのか。よいしょ。あ、壊せそうだね。ちょっと待って、爆弾ちょっと今、怖いんだけどな。ここなら大丈夫か？あ、いや！お？あ、ててん？なるほど、これ使うのか！で、向こう？うん。光が三角回りだっけ？なんか読み方あったけど。三角回り？この光が差してるところに行けばいいんかな？ちょっとでも高さは欲しいので、通れルーフ。よいしょ。あ！これもしかして。あ、違うのか！さすがに違うか。で、向こうだ。ここマップが、あ、使えんの？あ、こっちに向かってんのか？いいんかな？とりあえず、こうつけといて、
でいいか。よいしょ。お願いします。あ、なんかあるな。なんか見えたぞ、今。あ、で、これを使って、よいしょ。はい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 。あ、また耐えられないやつさー。さすがに熱いかー。これか。よいしょ。いくぞ。まあ、この辺も怪しいけどねー。まあ、いてもあれかな、ギブドかなー。なんか巣っぽいものあるけど。でもあれはギブドの巣じゃないか。よいしょ。よいしょい。ここか？さすがにこれ以上飛ぶのは難しいぞ。一旦降りまして、これ？あ、ぽい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 。これそうじゃない？よいしょ。登って登って、あ、ここきつい、あ、ここきついですね。あ、なら、こっから通れルフ。あ、これも鏡か。あー、だな。多分今下にあったのそうだな。あ、でも光向こうさしてんのか。え、じゃあこれ関係ないの？これってさ、動かせる？あ、動かせないんだ。あ、じゃあ違うのか。さらに奥。よいしょ。で、まあ、向こうか。さい。余ったなんかあるよ。これか？三角回り。いない？なんかいたよね、今ね。あ、違うか？あ、こっちか！うわ、めっちゃいる！そうでもないか。あ、でもこれか？三角回り？回せってことかね？どうよ？結構回してるよ？何か変わってる？あ？わからんぞ。あの高さが変わるとかじゃねえのか。逆かな。何かが動いてる。あ、来た。逆だったか。あ、で、これで鏡に合わせればいいんじゃない。来た。あ、これで三角形。てててて。んで？で？で、どうすんだ？うん。イカ土の石現れ道開かれん。イカ土の石？この真ん中ってことか。よいしょー。あ、ほこらもあるねー。ま、さすがにほこらの攻略まではやってらんねえけど。よいしょー。どうだ？俺の勘が合っていれば回せるものがここにもある。なんか光ってんな。あれなんだろう。よいしょ。さと。どっかねえか？回せるものが。あれがそうなんか？いや、怪しくね。さすがにあの日は怪しくねえか。あー、一旦祠起動だけしちゃってもいいか。よいしょ。まあ危なかったら、これ、処刑バーと、やばいの来たな。やばい名前だな、ここ。まあ、とりあえずこいつの起動だけ。イラサクの祠。あ、違うよ。違うよ。調べといて、はい、オッケー。で、この辺りにもあるんじゃないの？あ、待った！竜坂！危ない！これさすがにサンドブーツでまあダメか。やべ。やばいとこ来ちゃったな。これ一旦戻るか？
よいしょいー。オッケー。再びやってきましたよと。あ、これも壊せるんじゃないの？そういうことか。待ってね。爆弾本当に危ないので。よいしょ。オッケー。で、浮遊石？これ使うの？よいしょ。あ、うん、どういうことだ？なんか素材はあるけど。え？あ、待った。もしかしてだぞ。ちょっと待って。これ一旦さ、上に行けない？あ、いけそう。ちょっと待って。これってもしかするとさ、回すやつじゃ、あー、なるほど、回すやつがないからこれ持ってこい的な。なるほどね。一旦これで起動させて、はい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 。で、上に持ってって、このあたりでいいか？で、上からキャッチしたいな、できればな。こっから、オッケー。上に戻って、よいしょ。で、一旦ここでキャッチしたい。あ、いけるね。はい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 。はい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 。で、こうやっといて、で、もう一回通れ。ここいけるか？あ、きついか。あ、まあ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 。まだ余裕あるよ。よいしょ。OK。で、よし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 。これを回収と。OK。で、もう止めていいか。よし。で、あとはこれ組み合わせて回せばいいか。OK。来た。で、これをどっちに回すかだなぁ。まあ、試しにこっちに。あー、動いてるね。やっぱこれで3つを結ぶのかね。さあ、頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。多分もうちょっと。どうだ？来たんじゃない？うおー、やっぱその中心が怪しいってのもあってたか。お？おおおおお！てててて、ん？あ？で、お次は？あそこに行けばいいか。うん。その中心に何かが現れているはずだ。なるほど。で、あそこから、神殿に入ってボス攻略かな。オッケー、ちょっと長くなっちゃったね。さすがに長くなっちゃったので、まあ、探索に時間かけすぎちゃったんだけど、一旦神殿は次回でもいいか。まあ、ここで終わるのもなんなんで、ルージュの元に行っても終わろうか。ルージュいなくなってんのかい。おや、どこ行った？まあ、いいか。次回、まあ、探せばいい。まあ、なんなら、中心の場所に向かってる可能性もあるもんね。オッケー。じゃあ、今回はこの辺で終わっておきましょう。よかったら次回も見に来てください。そして、チャンネル登録、高評価していただけるとすごい励みになりますんで、ぜひぜひお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。